2020年度大河ドラマの主人公に選ばれた明智光秀。皆さんは彼にどのようなイメージをお持ちでしょうか。本能寺の変で織田信長を討ち取った悪人、謀反人、もしくは破天荒な信長とは対照的な誠実な常識人、そんなイメージを持っている方が多いのではないでしょうか。しかし、果たして本当に明智光秀は皆さんのイメージの通りの人物なのでしょうか。今回はその実像に迫っていこうと思います。明智光秀の出生についてはこれまで美濃明智城によっていた時氏分家の明智一族出身であると言われてきました。その根拠となってきたのは美濃の国初級記に記されている時民部の大夫頼清の次男時明智次郎長山下野守頼兼光栄元神五年3月初めてここを改築し居城として在住し子孫代々光秀までここに住せりという記述です。しかし美濃の国初級記は江戸時代に編纂されたと考えられる後世の資料であり信憑性は十分ではありません。同時代資料である竹利龍崎が光秀について美濃の国住人時の随分衆なりと記していることから美濃の時氏と何らかの縁があった可能性は指摘できますが明智氏の系図は錯綜していてその詳細な系譜については不明というほかないのが実情です。しかし近年紹介された甲斐和城石根録には興福寺東大寺館での裁判を担当した際の光秀の言葉が残されており光秀の家が室町幕府初代将軍である足利尊氏の書状を所持していたことが判明しています。これらの情報を総合して光秀の家は室町幕府御家人に連なる家柄で後に美濃守護時氏に従属していったと考えられています。光秀個人については諸国を遍歴した後に越前の朝倉義景に仕えたとも伝えられており諸国遍歴については信憑性に欠けると考えられていますが越前に居住していたことを示すものとして解釈される資料が残されていることから朝倉義景に仕えていた可能性は指摘されています。光秀の動向が不確かなこの時期京の都では光秀のその後の運命を左右する事件が発生していました。室町幕府13代将軍足利義輝を牽制して実権を握っていた三好長慶が没したことで三好氏と将軍の間に緊張が高まり三好義継とその家臣松永久通が兵を率いて義輝の御所を襲撃ついには殺害するに至ったのです。この時大和で一条院門跡となっていた弟の足利義昭も三好三人衆によって幽閉されましたが辛くも義輝の御所から脱出した奉公衆の細川藤孝らに救出されて近江の和田惟政のもとへ逃亡。一行は各地の大名に上洛船への協力を呼びかけながら流転した末越前の朝倉義景のもとに転がり込みました。光秀はこの細川藤孝に仕えていたところを織田信長に引き立てられたとする同時代資料が残されておりもし光秀が朝倉義景の家臣であったならばこの時に藤孝と接触したと考えられます。またこの時期に成立した高原院伝恩代東山衆並びに足軽家衆覚えという資料には将軍に仕える足軽衆の中に明智の文字が記されています。このように詳細な経緯には不明な点が多いもののこの頃の光秀が細川藤孝の周囲にいたことは確かだと思われます。さて越前に身を寄せて各地の大名に
上洛船への協力を呼びかけ続けた足利義昭、細川藤孝所従でしたが、大名たちにとっても両国を離れての出兵は難しく、彼らは動こうとはしませんでした。尾張の織田信長もまた例外ではありません。永禄8年、義昭は美濃の斎藤辰興と織田信長を講和させて、信長による義昭擁立を実現しようとしましたが、これも不発に終わっています。しかし、信長が斎藤辰興を放逐して美濃を掌握すると、状況は一変。信長は義昭による室町幕府再興への協力を表明することになります。この時に両者の間でどのような交渉が行われたのかについては細かいことは分かっていませんが、この時期に細川藤孝宛に出された信長書状には明智の名が見えており、光秀が両者の交渉役を担ったと考えられています。これが明智光秀と織田信長のファーストコンタクトでした。この時の出会いが契機となったのか、信長と義昭の連携が成立すると、光秀は細川藤孝家臣の立場から信長に取り立てられ、信長と義昭に領属する状態となるのです。義昭と信長が三好三人衆を放逐して京都入りを果たした翌年、両者との関係が生きたのか、光秀は京都支配における実務担当者に抜擢され、足利氏の家臣として信長の政務官としての実績を積んでいきました。一方、その頃の義昭と信長にとって気がかりだったのは若狭の国の動静です。若狭守護の武田氏が内部対立で力を失っていったことにより国内が混乱し、この混乱に越前の朝倉義景が介入。これによって新朝倉派と反朝倉派による対立が発生し、畿内を統括する義昭、信長を頼る者が現れたのです。これにより共に義昭の保護者を経験した義景と信長は対立を深め、義景が信長の再三の上洛要請を拒んでいたこともあってか、元亀元年、信長は敦賀に侵攻しました。しかし、その途上で信長と隕石関係を結んでいた近江の浅井長政が突如として離反。信長は浅井朝倉両軍に挟撃される危機に瀕し、退却を余儀なくされました。いわゆる金ヶ崎の軒口です。この時木下秀吉が活躍したことが有名ですが、光秀も秀吉や池田勝政らとともに最後尾で敵の追撃を防ぐ陣狩りを務め、信長の危機を救う貢献をしています。危機を脱し、岐阜で体制を立て直した信長は姉川の戦いで浅井朝倉連合軍を打ち破ることに成功しますが、信長側の損害も大きく、小谷城へ逃げ戻る浅井勢を追撃するより気はありませんでした。やがて浅井朝倉軍は坂本口まで進出して京へと迫り、信長は再び浅井朝倉軍との戦いに臨むことになります。この時浅井朝倉軍が布陣した場所こそ、あの比叡山延暦寺でした。浅井朝倉軍が延暦寺に布陣したのを受け、信長は延暦寺に味方すること、あるいは中立を保つことを要請し、従わない場合は焼き払うと通告しましたが、この申し入れは結局無視される形となり、戦いは山上に陣取る浅井朝倉軍に有利に展開していきました。この厳しい戦いの中で討ち死にした宇佐山城首相の森義成に代わり、光秀は宇佐山城に入っています。そして元亀2年9月12日、信長はついに戦況を好転させるべく、通告通り延暦寺を焼き討ちするに至るのです。この時従来はこの焼き討ちについて光秀は否定的な立場を取っていたとされてきましたが、
実際には焼き討ちの10日前に近江の国小言の有力者和田秀澄の協力を取り付けるとともに、抵抗する集落についてはぜひともなでぎりにつかまつるべく候と皆殺しを命じており、光秀は焼き討ちに積極的に加担していたことが明らかになっています。ただし近年の発掘調査によれば、そもそも焼き討ちそのものが大した規模ではなかったようです。焼き討ちの後、浅井朝倉軍との戦いや比叡山焼き討ちでの活躍が評価され、光秀は信長から滋賀軍と京の比叡山領の管理を任せられることになりました。このように城のみならず周辺地域までまとまった地域として受け取るのは、柴田勝家、丹羽長秀、佐久間信盛といった譜代家臣を追い抜く大出世であり、信長が光秀に大きな期待をかけていたことがうかがえます。その一方、旧来の主君である足利義昭と光秀の間には亀裂が生じていました。光秀が管理を任された比叡山領の接収において強引な横領があったことが問題になり、堀に対して義昭からの咎めがあったのです。この頃に光秀が義昭に対して糸まごいを行っているのもこれに関連しているのかもしれません。そしてほどなくして信長と義昭もすれ違いを深め、やがて両者の関係は破綻に向かっていくのです。元亀3年、信長は日頃の行いに対する諫言書意見17箇条を義昭に突きつけました。これが引き金となったのか、信長への不信感を募らせた義昭は信長との対決を決意。浅井朝倉をはじめとする信長の敵対勢力と連携し始めます。信長はこの動きを細川藤孝の内通によって把握していたようですが、義昭との対決を望んでいたわけではなかったようです。信長は義昭に許しを請い、人質まで差し出しました。しかし義昭の決意は揺るぎませんでした。元亀4年2月10日、義昭は信長からの人質を送り返して兵を挙げます。信長は一度は義昭との和睦に成功しますが、義昭が再起するとついに彼を京都から追放することとなりました。義昭自身は将軍を解任されたわけではなかったのですが、彼が再び京都に返り咲くことはなく、結果的にはこれが室町幕府滅亡の瞬間となりました。一連の戦いの中で光秀も多大な犠牲を強いられました。光秀が管轄した山城や近江西部地域の領地にも義昭に呼応する動きがあったのです。光秀は対応に追われ敵軍との激闘を演じることになります。信長と義昭の関係が決裂するに至って、光秀は義昭を見限り信長に組みして大きな犠牲を払いながら九州との死闘に身を投じたのです。幕臣として義昭の上洛に奔走した王子の姿はすでにありませんでした。